ベクシル。2067年バイオテクノロジーと高度なロボット技術は危険性が高いとされ、国際的な規制の対象となっていた。市場を独占していた日本はこの規制を不服とし、国際連合を脱退し、完全なる鎖国をスタートする。そして10年後、米国特殊部隊の女性コマンダーベクシルは極秘ミッションを遂行するべく謎の国日本へ潜入する。主人公ベクシルには黒木メイサ、そしてレオンを演じるのは我らが谷原章介。お前だけが予備の総帥統帥を持っているんだ。10年間我一人として本当の姿を見た者はいない。真の日本とは。私たちの国日本に一体何が起こっているのか。